はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイヤープロレスリングワールドライブ配信始めていきましょう。久しぶりに国際プロレスのシリーズですね。今回から1981年、2月から3月に行われたスーパーファイトシリーズを行います。こちらルーテーズ杯の予選、後半となります。やっぱりエース選手はこの通り、レイ・キャンディーですね。それからルーク・グラハム、マイク・ボイエッティも再来日してます。果たしてどうなりますか。横浜文化体育館からスタートです。はい、こちらですね、いつも通りツイッチで配信を行ってます。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。 This live archive my Twitch Please Twitch アカウントフォロー&チャットコメント Please。 アーカイブは YouTube に2日後15日21時頃から予定しております。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。 This live my YouTube チャンネルアップロード my two days after premiere live my YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。はい、そして、旧ツイッターである X のアカウント持っております。アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、では始めていきましょう。2月27日、横浜文化体育、横浜文体ですね、文化体育館大会です。マッハ隼人と高杉正彦、これに対するのは外国勢エル・コバルテ、それかエローです。となっております。あれ、エローですがいない。あ、いた、エローです、いる。で、ここは市民ホールで、じゃあやっていきましょう。試合開始。
ごめんなさい。ちょっとうるさかったかも。先発は、マッハ隼人。水天井ですね。コバルデが先手を取っております。コバルデは白と黒のタイツですね。白と黒のマスクということで、エロデスイタッチです。エロデスはマスクかぶっておりません。今場所はメキシコの選手が多いですね。まあ、やっぱりマッハ隼人の招致なのかもしれませんが、その中でやっぱりレイキャンディーですね。外国人エースは、今回は27日横浜分隊と翌28日後楽園ホール大会の2大会をお届けしたいと思います。ボストンクラブ、なおですね、この後はデスマッチ深夜は電流爆破デスマッチの BGV もお届けする予定です。ぜひそちらもお楽しみください。カバーに行きます。カウント2、ボディスラムカバーに行きます。さあ、そしてボディアタック 2.9、カバーに行く。おっと、高杉がボストンクラブ、エローです。カットです。ヒップアタックですね。カバーに行きます。 2.9 飛び込んだが、カバーに行きます。カバーに行きます。レッグロック、そしてフェイスバスターです。お、飛ばない。おー、おっと、これはバンジーキュースか、マッハ隼人。エローデスを関節地獄。お、丸め込んでないや、権利がない。カバーに行きます。 2.9、 おっと、
え、どうです？意外と怖い。強いかも。おっと、ストラックブローカバーに行きます。チャンスか。 2.9 エロです。返しました。コバルデタッチ、コバルデボアンドアロー指輪固め。さあこれカットに、カットいけないが、さあこれ高杉逆にフェイスバスター、コーナーポストからスレッジハンマー。さあアームロック決まったか。いやカットです。エローです。さあコバルデどうする。さあ振ってラリアット、コーナーポストに上がってダイビングにカバーに入ります。高杉やカット、おっとアームロックだ。マッハ、ん、乱入者がいるぞ。ドープキックネックブリカードロップ。高杉は奮闘、ブレーンバスター。さあ今権利があるのはエローデスです。外人組、あどうなんだろう、エローデスですよね。なんか2人でずっと動いてるよな。なかなかコーナーに下がっていきません。なのでどっちがどっちかわからない。おキャメルクラッチだ。だが権利がないのでレフェリー動かない。やっぱりエローデスですね、権利があるのは。え、違う、乱入者がいるんだ。乱入者だ。さあ18分経過。じゃあヒップアタックカバーに行きます。エローデスカット、そしてブレーンバスター。高すぎマッハにタッチ、ブレーンマスター、マッハブレーンバスターです。そしてスリーパー決まった。マッハがコバルデを破りました。マッハ高杉組が勝利です。さあ続いてはシングルマッチです。大山勝三、そしてついに登場レイ、この外国人混合の場所の外国人エースレイキャンディが登場です。レイキャンディってどんな選手だったっけ。まあ黒人選手なんですが、赤のタイツだったような気がするよね。まあ
そう、レイキャンディってどういう選手かってことか。レイキャンディというのは、レイキャンディというのがですね、195センチ155キロ、アメリカジョージア州アトランタ出身。最初に来日したのは全日本で、昭和54年10月のジャイアントシリーズでした。で、翌年の55年3月にはチャンピオンカーニバルにも出ております。そこから、国際はこの場所が、このスーパーハイトシリーズが初来日というか唯一の来日になりました。新日本にも昭和59年4月をビッグファイトシリーズ第2弾でなどで上がっております。昭和63年まで新日に上がりました。1951年12月3日生まれなので、この時点ではまだ29歳です。大学卒業後プロボクサーをして、プロボクサーをして、いました。で、1974年にファンクスのコーチを受けてアマリオでプロデビューということで、で、あと、ブッチャーとのコンビで、ファンクスと交渉とか、スーパーマリオ、昭和61年10月を新日本の闘魂シリーズでは、当時まあ流行りの、あるゲームにちなんでスーパーマリオマンというふうなレスラーとして登場しましたね。では行ってみましょう。大山勝三対レイキャンディのシングルマッチです。
おっと、パイルドライバまた乱入者いますね。バスター3カウント、レイキャンディ、追い山活動を破りました。順調なスタートを切っております。さあ続いてマイクボイエティが登場します。鶴見五郎とのシングルが行われます。マイクボイエティ、
マイク・ジョージはいるんだけどな。これ並べる機能とかないのかな。あのあいうえお順っていうかアルファベット順とか。探すのに少し苦労しております。マイク・ジョージはあるのにな。あれ、マイク・ボイエッティってなんか別のレスラーだっけ。そうじゃないよな。あったあった。はい、行きましょう。鶴見五郎対マイク・ボイエッティのシングルマッチです。噛みつきだ、鶴見。Thank you.
あとあっさり3カウント終わってしまった。出血させましたね。ラファイトアッパーから体固めであっさり終わってしまいました。まあこんなに早く終わるとは思わないや。さあ次がルーテーズ杯です。ラッシャー木村マイ、アニマル浜口 B ブロックです。さあ日本人勢は全シリーズとの合計の勝率で争われるというふうに一応なっております。20分だな。テーズ杯は名目上はね、そうパンチ田原じゃなくてここルーテーズしないといけないんだな。さあレフェリールーテーズ行ってみましょう。ルーテーズ杯 B ブロック予選、ラッシャー木村対アニマル浜口です。歌付きか。ストレッチプラム？ヘッドバット。さあ浜口もやっぱり存在出したいですよね。さあ STF ですね。バックドロップ。
さあ場外戻ってきました。フードキメトロック、2.9。さあ気合をのっけて、ネックブリカードロップ。ヘッドバットですね。ラリアットカバーに入る、 2.9。 さあ今度はネックブリーカードロップ、コブラツイスト。さあどうだ木村、ショルダースルー、ブレンマスター。さあ場外へ、起きて炙りでもないブレッド、ブルドッキングヘッドロック。おっとネックブリーカードロップ、だからタフです。木村はブルドッキングヘッドロック、ヘッドバット、サイブルドッキングヘッドロック。さあここは待ちます。木村場外へ、持ってきます。ブドキングヒットロック、バックドロップ、そしてネックブリーカードロップ。さあここでカバー、一本取れるか、取りました。アニマル浜口ラッシャー木村を破りました。ルーテーズ杯、C2とは反対に勝利です。ということで、すごく熱戦になりましたね。ジャピングネックブリカドロップ、アニマル浜口が勝利です。さあこの横浜分隊大会最後ですね、マイティ井上寺石サム組って
ですね。まず日本勢は、それに対して、ルーク・グラハム、ルーク・グラハム、ピー・グラハムはいるが、ルーク・グラハム行ったと思うんだけどな。だった。ルーク・グラハム、それからレッド・デビルですが、このレッド・デビルの正体はビル・ホワイトです。はい、では行きましょう。マイティーの上、寺石、サム組対ルーク・グラハム、ビル・ホワイトの、ビル・ホワイト、レッド・デビルのタッグマッチです。シーツでは井上、寺石組が勝利しております。
カート2。おっと、キデ炙り。おお、バックブリーカー、スマックブローカー、固めるが、ブレーンバスター、カバン丸め込んだ 2.9。グラハム、アトミックドロップ、レッドデビル、ルッグラハムがテラニシとやり合っております。ヘッドバット、テラニシ、おっと、カルフォンが乱入だ。カート2、固めるが、高さ抑え込み、テナニシ、スリーカウント、テラニシ見事でした。そして、2月28日は後楽園ホール大会が行われます。後楽園ホール、まずは大井山活動、そして、マイク・ボイエッティですね、外国人勢は。
では行きましょう。大山活蔵対マイク・ボイエッティのシングルマッチです。2.9。2.9。
ます。スリーカウント追い山勝利。はい、続いてはタクマチですね。少しお待ちください。
はい、寺西勇マッハ隼人組対エルコワールデ エロデス組となります。リレーがなんでデフェリー。まあいいや、では行きましょう。寺石マッハ隼人組対、エルコバルデローデスグのタッグマッチです。レフェリーか。私が守るもの。水天井マッハ隼人、そして同時にスリーパーになります。おっと、肩固め。これナータロック3ですね。権利があるのはテナ、マッハとエローです。ドブキックは不発、パンチ、小腹でいいタッチ、小腹で首4の字、おすごい高さがすごいですね、マッハ隼人。トップキック。戦闘。ブレーンバスター。マッハ隼人。スリーパーです。さあ、コバルデはまだ出ない。余裕がありそうです、エローです。さあ、丸め込む。カウント2、そしてかけてヘッセントーン、エローです。さあマッハから寺石タッチ、カバーに行きますが、これは相手コーナー近かった。スタックブロー、
トップキック。2位落とす。さあ、このシリーズを最後に東京12チャンネルレギュラー放送は打ち切られてしまいます。同時にスリーパーマッハ隼人、リング上大会悪くはなかったんですけどね。しかしお金がとにかくないし、テレビもついてこない。カード2サイドバスター、まあ大きいはもはやいませんからね。国際プロレス最後の都市となっております。足の字だ。こぼれで。トップキック。カバーに入ります。スリーカウント。マッハ隼人がこぼれでを破りました。これはエローデスシーツと違って手足マッハ組の勝利となりましたね。シーツではエローデスがマッハからピンホール勝ちなんでマッハが敗れておりますが、このゲーム内ではマッハがその時の借りを返したということになります。さあ次です。アニマル浜口マイティ井上組対レイキャンディレッドデビル組となります。なにわブラザーズ登場です。でレイキャンディーですね。これは、レイキャンディーレッドデビル組の反則負けとなります。レイキャンディーがだったんだ。でレイなのにホワイト、ビルホワイトとなります。はい、では行きましょう。マイティの上アニマル浜口対レイキャンディレッドデビルビルホワイトのタッグマッチです。さあ先発は井上とキャンディです。あっといきなりレフェリーにぶつかってしまってレフェリー失神。
まあこれは完全にアクシデントですね。さあレフリー起き上がります。キャンディは140キロ大きい体ながらなかなか軽快な動きを誇っておりました。ブレーンバスター、ただ確か初来日だったと、初来日じゃないわ、前日上がってたから初来日じゃないんだけど、もう思った以上に頑張ったっていう感じですね。おっと、ドラゴンスリーパー、それチプラム、どちらを。さあレッドデビル、ビルホワイトにタッチ。STF をかけますアニマル浜口。ブレーンバスター巻き投げ一戦、カバーに行きます。ブレーンバスター、バックリープカバーに行きます。キャンディーがカットです。おっと、これ権利は井上にありますよね。井上対レッドデビルだが、デビルはキャンディータッチ。バット、そしてリバースへ返す、ま、今度は浜口タッチ。カバーに行きます。カード2、
ジャンピングパイルダイバー。串足ラリアットです。おっと、なんだ、2人が一緒に走っていく。外国外人勢、マンハッタンドロップ。レッドデビル、ビルホワイト。おっと、宙吊りしている浜口を。浜口ジャンピングパイルドライバー、井上タッチ。おっと、崩れている。マンハッタン、浜口をマンハッタンドロップ。その間にキャンディータッチ。串足ラリアット、連携、外人勢の連携の方が しっくりいってる感じです。さあ、ストマックブロー、ラリアット、場外戦になります。ウェストアックブロー。さあ、浜口タッチ、バックリップ、レイキャンディ。浜口振って、これは投げましたね。パワースラムみたいな感じでしょうか。バックリップ、バックリップ、2人バックリップを浜口見せつける。そして3カウント、浜口がレッドデビル、ビルホワイトを破りました。さあ、そして最後は、ルーテーズ杯です、ラッシャー木村が登場します、ルーク・グラハムとの一戦となります。で、おそらく B ブロックだと思われます。これだと被っちゃうな。では行きましょう。ラッシャー木村対ルークグラハム。あ、これ20分だ。ルーテイズ杯の、予選、おそらく B ブロックです。
ヘッドバットボディスラム、さあここはあのシーツでは木村勝っておりますので、順当勝ちと行きたいところです。ラッシャー木村ヘッドバット、おっと抱え上げる、パンチ、そしてブレーンバスターヘッドバットです。おっとフォークで突き刺す、額から木村を額から出血です。荒くれ者ルークグラハム、木村ブレーンバスター、ロープに振るが返ってこない、パンチを打つルークグラハム、また外に出る、サイドバスター、ちょっとフラフラしている、椅子を取り出したグラハム、ボディスラムルークグラハム、パンチ、基本あんまりたくさんの技は使わないですね、ルークグラハム。ヘッドバット、本当原始的な技が多いっていう感じです。サイドバスター、パンチもパンチとかな。さあ空中技ダイビングにヘッドバット、バックドロップ、さあもう完全に押しておりますルークグラハム。やはりフォークによる流血が響いているのか。おっとなんだこれ、吹っ飛んだアトミックドロップみたいな感じから。だが木村ラッシングラリアット、カウント2、ブレーンバスター。さあまた場外戦となりました。おっとエプロンにぶつける、今度はチョークだ、チョーク攻撃ルークグラハム、さあ持ってきたグラハム、椅子は使えない、ネックブリカドープだが木村も疲労が溜まっている。パンチの打ち合い、ヘッドバット、パンチを打つ、カバーに入る、カウント2、バックドロップ、後ろから突き刺す、危険な技だ、ボディスラム、ヘッドバットからこれは
これはチョークですね。反則です。カウント2で跳ねよけました。やめました。ラッシングラリアット、カウント2、まもなく15分です。ジャンピングパイルドライバー、さあ20分を経過すると再試合ということになります。また超攻撃、ルーク・グラハム、サイドバスター。さあ、ギリギリの反則。加速カウント5まで許されますからね。ギギの反則カウントを使う、ローカイン、攻撃を使って木村を痛めますが、ラッシングラリアットだ。 2.9 惜しい、ヘッドバット、その次が出ないルーク・グラハム。おっと、フォークだ。またも木村からは流血。おっと、ダブルチョップ、どうだ、スリーカウント。ルーク・グラハムの反則攻撃に苦しめられましたラッシャー木村でしたが、最後はダブルチョップによりましてスリーカウント、グラハムから奪いました。ランニングクロスショップ、です。まあ、ここからおまけです。さあ、まあ、いくつかの新軍団が出ております。一つが、まあ、ルチャ軍団に数人、これはルチャ軍団じゃないか、ルパンレンジャーだから、サブカルイズムですね、にと、あとルチャ軍団にし新しいレスラーが加わったことと、あとキャッチアズキャッチキャンという、まあいわば ビル・ロビンソンらの影響を受けたレスラーがデビューしたということですね。日比野アナ、スネークピットのなんか日本版と
いう感じですごいな内技。さあナバーロと今対決しております。すごいな。おお。タスキーク。あと女子プロにも何人か加わってますね。デルフィンクラッチみたいな技だ。さあそしてスリーパー噴射式。いや違う、ナバーロもすごいな。蹴ります。当然ルパンレンジャーを空中技で対決勝負ですからね。マハタドープを丸め込む。お、スリーカウント。あす、ナバーロあっさり破ってしまった。これはすごい。ルパンレンジャー何年前の特撮、あの特戦隊ものだっけな、ルパンレンジャーって。高角度裏カーナナ、要注目の選手が出てきましたね。さあ一方でいろんなチームが今ありますが、キャッチャーズというスネークピットを意識する団体です。このジョン・テラーズってどんな選手なんでしょうね。こういう感じで、これってどっかで見たような選手、感じの選手ですね。風車人間、日系風車じゃなくて風車人間。ロビンソンとどう違うんだ。ちっちゃいロビンソンでしかないよな。それに対してじゃあ誰を出すか、どうしようかな。まあ、古川橋や騒げサウトというのもあるけど、コブゼロじゃないしな。ダイナマイトバイスちょっと行ってみるか、面白そう。ヘッドバット、ヘッドロック、一番近そうなのはスネークビット、一番近そうなのはこのダイナマイトバイスだと思う。ダイナマイトバイスはあの今電流爆破デスマッチ の, あのリーグ戦にも出てますからね、ぜひ応援よろしくお願いします。私が作ったオリジナルレスラーです。お、なんだこれ、ハーフボッソンか。静か展開、キャッチャー、キャッチですね。お、なんだ、急に空中殺法に来た。言うほどキャッチか。
さあ、ヒットロック、これが本当キャッチだっていうのを見せつけようとはしてます。一点集中攻撃は基本ですよね。おっと、4点膝、そしてまたグランドヘッドロック。腕を攻撃していってんな。お、チキンウィングフェイスロックですね。ボディースラム。倒します。お、レッグロック。ヘッドロック。ヘッドロックです。ロープレイク。チキンウィングフェイスロックになります。ダイナマイトワイス。おっと、足を攻撃、アキレス腱だ。ヘッドロック、サイドグランドヘッドロック。続いて本当に万力男ですからね、離しません。ヘッドロック、なんか近く黄色、あ、女子レスラーを一人作ろうと思いますか。女子、あ、す、フロントネックロックか。ジャンプキングみたいな、なんかウサギのように飛ぶあのレスラーを男女どっちしようかな悩むとこですが、作った後でちょっとキーロック男っていうのを作ってみようかなと思います。キーロック女かもしれない。お、なんだこれ、カウント2、ダブルアームスープレックスホールド。フロントネックロック、だからロープブレイク。カバーに行きます。カート2、フロントネックロック。おっと、さあカバーだ、だから ロープブレイク。さあ、これはロープウェイクじゃない。徹底してヘッドロックですね。ダブルアームスープレックス。そして、おっと、固めていく。返せるか。カウント2。フロントネックロック。だからロープウェイク。ヘッドロック。おっと、フロントネックチャンスリー。さらにドラゴンスリーパーだったっけ、違う、バタフライロックです。さあ15分をもう経過しているぞ。ダブルアームスープレックスホールド、だがロープウェイクなんだこれ。おお、痛がってる。 STF だ。これは
隙をつかれた。おっと、だがフロントネックチャンスリーで投げる。さらに4点膝、どうなる。なかなかしぶといな。フロントネックロック、まあ大丈夫、耐えますね。もう一回だが、これはロープブレイクでしょう。あとパンチ、場外戦になる。フロントチキンウィングフェイスロックだ。場内戻っていきます。さあそして、おっとテイズプレス、スリーカウント入ってしまった。隙を突かれましたね。ジョン・テラーズ恐ろしく。最後にちょっと女子プロレス行ってみるか。あ、デビル・マサミは、え、何やね、チャンピオンロードビヨンドっていうのがあるのか。ファイティングロード、そんなんあったっけ。まあいいでしょう。キャンディーお靴、相手になるのは正統派女子レスラー塩野美雪です。頑張ってもらいましょう。これが最後の試合になります。クリスアーム、カバー、お、固めます。巻き投げ一線、場外飛び出ます。キャンディーお靴、ラジアット、エルモー、お、ハマーロックですね。投げまして、ぶつかります。マネコブが、これはロープ際、飛んで掴む、ブレーンバスター、
お、これはパイルドライバー。ダイビングエルボー。さあ、あとフットスタンプだ。そしてボストンクラブへ。逆さ抑え込み。投げます。コーナーからダイビングエルボー。で、ドロップキック。そしてダイビングエルボーは、これは同時目スリーパーにを食らってしまう。サイドスープレックス。もう一回、今度は決まった。さあ、ロープに振られてドロップキックをファツイさせたが、ネックブリカドロープは決まってスリーパーだ。さあ、何度も飛ぶ、今度も決まりましたが起き上がれない。お、巻き投げから、お、ムーンサルトホール、スリーカウント、勝ちましたね。塩野美雪はキャンディーお靴を破りました。はい、ということで、今回結構いろんな選手は加わりましたが、それを見せつつ、まあ、国際プロレスのスーパーファイトシリーズを中心にお届けいたしました。次回は3月2日の和歌山大会、3月3日の、愛知、プレフなんで県立体育館大会かな。この2大会を中心に行いたいと思います。金網デスマッチやるんですね。金網デスマッチ、ラッシャー木村とルークグラハムが行われます。広島の大会とか、元川、和歌山県御坊市、また和歌山に戻ってくるんか。越谷、岩手県千枚屋、千枚屋か。千枚屋ってどこだっけ。確か三陸沿いだったような。で、宮城県泉市シビックホール、陸前高田市ですね、体育館となります。なんか結構地方ばっかりだな、本当に。市街地に全然行けないや。最初2日間は横浜分隊に後楽園ホールなんですが、
そっからはもう完全に地方っていう感じではありますね。はい、会場をなかなか抑えられなくなった上に、あのサーキットを組みにくくなったという苦境を表してるんじゃないかなと思います。はい、ということで、次回以降もこのスーパーファイトシリーズを中心にやっていきたいと思います。ぜひ次回を見てください。よろしければ、Twitchアカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 アーカイブは YouTube 2日後15日21時にプレミア公開いたします。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live my YouTube チャンネル アップロードプレミアライブ 2 days after my YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブ&グッドボタンプリーズ。そして、Twitter X のアカウント持っております。ぜひ、アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 Twitter X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ファイアプロレスリングワールド国際プロレス編をお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。